い、レオンチャンネルです。11月26、27と秋葉原の3カ所でワンホビ G をはじめ大きなフィギュアイベントが開催されてて、まずはワンホビ G を見てきましたので、はい、入場無料で開催期間や時間なんかも書いてありますね。ではどうぞ。今回こういう風に11月26、27で3つの場所で3大イベントでアミアミホビーキャンプ、メガホビーエキスポ、ワンホビー G とオータムか、3つのイベントがあって、まずこれがワンホビー G で入ると頂点ちゃんコーナーすごいんだけど、あ、映像あれか、映んない方がいいか。こんな感じでゲーム画面とかありつつ、ポップパレの告知があって、実際ここにポップアップパレードが展示されてると。ポッパレもね、今ね3900円じゃなくて4800円ですからね。グッドスマイルオンラインで予約するとピエン猫がついてくるって、あ、こういうオプションついてくるのいいな。超絶最下は天使ちゃんで頂点ちゃんですよね。いいっすよね、かわいい、確かにかわいい。で、入り口入るとこうやって、今回はワンフロアになってて、ネンドロイドコーナーがあったりとか、 IP ごとに並んでたり、グッドスマイル、ハローグッドスマイルだったりとか、ポップアップパレード、メカスマとかフィグマとかいろいろありますね。スパイファミリーも、あ、かわいい、25,000円、来年、再来年1月、イラストをそのまま立体化しましたみたいな。どっから見ても本物感、え、すごいね。はい、あーにゃー、椅子に座ってて、で、夜さん赤いニットドレスがめちゃくちゃ可愛いですね。ほら、いろんな角度から見ても完璧なプロポーションで、アイプリなんかもすごいいい。ポップテピピックの第2シーズンのあれだね、序盤に出てきたメカポプコプラス超クソデカ合体用パンツセットっていうのが情報解禁になって、これが以前発売したピピミのバリモードで、それにプラスアップパーツをひっつけることでこれが完成するってやつね。どっかで見たような武器持ってるけど、グリッドマン的な。お、あ、で、これ単体自体がこうやってプラスアップパーツで一つのものが出来上がると。入り口入ってすぐのところに新作フィギュア発表コーナーとかもあって、リコリスの、あ、滝のスケールフィギュアになるんだ。あとはアルクとか、あ、スーパースター、この辺もスケールフィギュアで、あ、こんな衣装あったっけ。あとはマリンとかね、こんな風になっております。異世界おじさんとか超面白いですよね。まずじゃあネンドロイドコーナーから見てこっかな。一部撮影禁止のものもありますので、その辺に気をつけながら、入り口入ってすぐのところは、あ、ボッチザロック、ボッチちゃんじゃん。ひとりちゃん早速ネンドロイド化するんだ。え、じゃあメンバー系みんな来るのかな。あれ、リコリコも、あれ前デコマスじゃなかったっけ。ちさととタキナ、あ、シャルティアもまだ出てなかったか、予約受付中。4期めっちゃ面白かったですね。そしてヒエの横に撮影禁止のネンドロイドがあって、タコピーのネンドロイド、あとはヒロアカのホークス、シャリキの巨人は今不在ですね。さらにエレン・イエーガーの進撃の巨人、しかもこれファイナルシーズン的なやつかな。この辺も全部ファイナルシーズン関連ですね。リヴァイの傷の方よくできてるな、この辺りも。で、こっちは発売中の初期の主人公3人って感じですね。この辺を思うとだいぶみんな立ち位置が変わりましたね。あとは兄もこの辺は、あ、未定だ、参考出品的な。で、ジャンでしょ、あ、サシャもいるんだ。コニーはガチャピンムックのネンドロイドで本物感すごいっすね。
あとはにゃんこ大戦争、おお、あとは不思議遊戯とかスタンリー、マーベル系の何かアイテムと一緒に飾るにはすごいいいんじゃない。渦巻き、あれかホラー漫画かで、ガッシュベル、メガイラ、ハデス、あとはブラックラグーのレビィ、カンシュチュー、チュンリー、ストリートファイターに、ジョジョ関連か、ストーンオーシャンのジョータロウとジョリーン、これも発売中だ。あとはウェザーリポートに、アナスイね。僕はアニメで6部も追っかけてるんで、ネンドロイド、サプライズ、ミニサイズになってる、ネンドロイドの可愛さそのままに7センチのミニサイズ。ネンドロイドってだいたい10センチか10センチちょいぐらいなサイズなので、ネンドロイドもモアとか、あ、そうそうそう、これモアとか座っちゃおうとか、ほんといろいろありますよね。あとは普通のこうドール、あ、なんかドールの北側周りにあるんだけど、これは発売時期未定か。あとは僕らに関係あるとこだと30ね、アダトのさフィグゼロ見たかったんだよ。これも予約案内は12月1日からか。後ろにフィグゼロのティガーのグリッターがあるけど、それとやっぱ全く同じでスケール6分の1で合わせてありますね。アダト関節とかいい感じに隠れてるし、これは布だ、この辺りは。でラビドリードッグのロボ道、思ったよりサイズそこまで大きくないかな。もっとめちゃくちゃボトムズ関連ってさ AT 結構でかいやつ多いから、割とほらこの6インチゾーフィーと並べてもちょい大きいぐらいだもんね。二階堂ドロヘドロアニメ2期お願いします。すっごいいいとこで終わって、てっきりあれそのまま完結するかと思ったら続くで終わっちゃったからね。であとはホロ系みたい、ホロ系、ホロライブはもうブランドの垣根を越えてホロライブコーナーでまとめてあって、水着の団長ノエルとかラミイで、今後出るカミングスーンのネンドロイドたちに予約受付中、フレアで水星、ちょっとこの辺りも顔はわかるけどライブは見たことない子が多いかな。なのでちょっとその辺りを考慮して皆さんご覧ください。すべて監修中で、あ、ボタン出るんだ、全部登場するわけですよね。でサメちゃん何気に立体化恵まれてるよな。でアヤメのデコマス、カリオペ、フィグマ化するってことはホロの中でも人気なんだ。さらにそしてその横にチェンソーマンコーナーがあって、あ、すごい、あ、そっか、デンジとパワーはもう発売してんだよね。で最近アニメに合わせて再販したんだそうだ。なんだけど今後マキマさんとか神戸にアキが、姫パイは、姫の先輩は、ちょ、姫パイのネンドロイド欲しいんだけど、僕は結局ねアニメで先が気になりすぎてもう漫画全巻読みましたよ、カラー版で。チェンソーマンの、チェンソーの悪魔って書いてないんだ、チェンソーマンのポッパレーも来年発売だ。似てんなデンジ、まだ人もみもしてねえんだよのシーンだねこれ。ただ今後マックスファクトリーからパワーとマキマでフィグマデンジが来年7月発売だ。でフィグマのパワー、あー、これはアーツでも発表があったよね、あれ参考出品だっけ。どっちもいいっすね。フィグマやっぱよりアニメ調がうまいこと強調されてるっていうか。でもマキマさんの、あ、これあれだ、9巻10巻の表紙のポーズか。うわー、で、あ、これ肩抜いちゃいけない刀か。あ、違う、これはどっちだ、下に、あ、ポッパレでパワーアキマキマ、あ、姫の先輩いるじゃん、姫の小紅のダブルピース、永遠の悪魔のとこね、ダブルピースの
ポッパレが出るそうです。そして馬娘ももう前田香織さんにしか見えないけどナイスネイチャーに美穂のブルボン、うん、僕この間あのドームに馬のライブ行ったばっかなんで、あ、オグリキャップね、ライスシャワーね、そっか、馬のネンドロイドってまだまだ全然出てないんだ、東海帝王を2期主人公の2人か、メジロマックイーンで、ダイワスカーレット、この辺りも監修中で来年5月発売、メジロマックイーンはまだ未定なんだ。でモデロイドも、あ、エステバリス色ついてるね、エステバリスの空戦フレームと陸戦フレーム、ちゃんとサイズこれ小さいのは訳があるらしくて、まあ、ってことはブラックサレナですね。でレーシングミックの、あ、これモデロイドなんだ、フィグマじゃないんだ、プラモデルだ。あとはゴーダンナーとかアイドルマスター、インベル、アクトモードもめちゃくちゃ毎度展示されますけど、でどんどん出来上がってきてるんだけどなかなか発売はされないね。メカパーツ部分と美少女部分と、ポッパレはまあこれも基本アニメ系、あ、でも違う、これ聖剣伝説だ、聖剣伝説とかヒロアカとか、あとは盾勇者か、ラフタリアにかをブレイブリーデフォルトじゃん。で弾丸論破、まだデコマス的な、あ、パンスト、パンティ&ストッキングの SD 体型のものとリアル体型のもので、アニメ内でもこうやって切りイラスト切り替わりますもんね。でポッパレは商品化希望アンケートっていうのがあったらしく、それによる商品化決定アイテムが弾丸論破とかパンストとか犬夜叉系があるそうです。じゃあこっちの IP ごとに見ていこうかな。リコリコ、千里の監修中のスケールフィギュアとか、もうこの時点で似てるのがわかる。これがあの特殊な弾が装填されてる銃ってことですね。でもこのサイズ千里が出るってことはタキナもおそらく出るんでしょう。はい、5等分の花嫁、この辺りも前のイベントで見たね。四つ葉と五つ木、めっちゃ食べてる。あ、そう、アスカのさ、あれこれフルカラーのやつ、前デコマスだった気がする。ちょっと大人になったアスカですね。なのでプラグスーツもパツパツになってて、よくできてるな、これも実際見てもすごい。で、あ、ちょっと、ああ、タコピー、これ前さ撮影できなかったやつだ、撮影禁止で。これ一応スケールフィギュアですよね。わかんない P の、あ、ちゃんとわかんない P って書いてある。わかんない P 表情と標準表情で、あ、特に柔らかいとかじゃないんだ、あのグニュってね蹴りが中に入りますから。で、あ、ブルワカーもちょっと引きで見る、こんな感じです。はい、YouTube 厳しいからね。あとは初音ミク、初音ミクも毎度毎度フィギュアが発表になりますけど、あのレースミック、あ、これこれこれ、レーシングミクが僕基本どれも好きなんだよな。特にこの2022バージョンすごいいいっすよね。ここにフィグマまとまってて、ガイバーとか、馬じゃなくて野生馬、過去に発売した馬とはちょっと違うのかな。あとはデモンズソウルだな、盾勇者の、これあれだよね、盾のオプション追加セットのやつね、武装チェンジができると。あとはプリコネの心とか、この辺りもあれだな、あれ海外に人気なんだっけ、あのアニメの 3DCG アニメのやつだ。あ、プラマックスはマックスファクトリーのアイテムね。この辺りも前回の模型ショーとかで展示されてたやつで、すでに発売済みのやつですね。ユリのゴッドバスター、あとはギルティープリンセス関連も今後発売予定とか、プラマックスのバルキリーだ。マクロスは本当今元気ですね、周年っていうのもあって。でこれバトロイドバルキリーとファイターで別になってるから、要は非変形の2アイテムってことか。あ、これも前見ましたね、
なんか単色なんだけどアニメの有名なシーンを再現してるやつで、ホロの横に FGO コーナーがあって、この辺のスケールフィギュアも、あ、でも色入ったか、スカサハのキャスターとか、ライコーママね、でギャルの清少納言アーチャーにエリセ、その辺りもでも以前から展示されてたものだね。あ、月姫関連だのネンドロイドも、これも発売時期未定だけど、もう商品としては監修中になってますね。あとゴニトイズ関連ですね。新作だよね、プラモデルシリーズさ、実はまだ買ってないのよ。これあれだね、ディオだね。ディオのなんかコアだけ確か入ってて、外装つけるみたいな、そういうアイテムだったはず。でそれ以外にもシャークと、これパーツの付け替えで、要は戦闘機になったりサメ有機的なものになったりとか、そういうことですよね。これ以前からデコマス状態で展示されてて、それがついに商品化と。ほら12月発売てか、だいたい12月発売か。僕がいつも動画出してるディオ の、 あのビーストボックスのねやつからすると二回りぐらい大きいかな。これボックスに変形とか多分しないんだよね。いやゴニトイズ毎度いいアイテム出すな。あとはこっちの方はちょっとフォロー外でわかんないけど、この辺はあれか、トイカンさんが動画出してると思います。ちょっとエッチエッチエッチチなやつは、早坂バニーとかダリフラ懐かしいですねのイチゴとか、ムザン様のあの一期のラストシーンのフィギュアだったり、切れる前と切れた後みたいな、みゆきから日暮らしの卒の大きくなったさとことリカちゃま、あの昔のやつは見たんだけど卒は見てないんだよな。あとは毎度やけにお買い得なグッドスマイルハローね。この辺も基本さ、いまだに1500円とかで発売してるのすごいっすよね。だけどちょっとずつ価格はやっぱなんか、要はこの辺りは造形が何気に首から下が基本は同じで、あでもそんなことないか、最近この辺りはもうキャラごとに造形が違うんで、それもあってでも1800円、それでもお買い得ですよね。首がちょろっと動いたりとか、高さ的にもネンドロイドとさほど変わんないもんね。悠々白書なんか最近立体物ここに来て多いな。今話題のライザじゃん。ライザもなんかあれだっけ、アズレンとスマホゲーとコラボしてますよね。でこれはなんだ、打天使の四つ葉と五木、四つ葉と五木フィギュアかいろいろ優先されがちなのかな。僕二の推しなんだけどって感じで一通りご覧いただきましたが、26日だけは合計3会場ありましたし、ワンホビ G の会場も YouTube 的にこれは映していいのかな、エチチなやつみたいなやつがちょこちょこありましたので、詳しくはぜひ現地で確認してもらえればなと思います。では各リンクは貼っておきますので、詳細はそちらからご確認ください。以上、レオンチャンネルでした。